国見くんですか？どうしたんですか？こんな時間に。散歩ですか？私も同じです。はい。寒いです。あんまり外に出なかったせいか、他の人たちより寒さに弱い気がします。もしかしたら、ただ寒がりなだけかもしれないですけど。慣れないと、やっぱり辛いですよ。それじゃ、私はもう行きますね。本当に寒いです。また明日です。だって、天気が良くて暖かいんだもん。
なんかポカンとしてるね。あ、何それ。じゃあね、また後で。何やってんの？ポカンとして不審さ丸出しだったぞ。おじいみたいな人だな。商店街に買い物。公園通ると近いからな。もしもし。分かってるって。ヘルシーのやつだろ。わーったわーった。たく。マヨネーズがどうこうって言われなくても分かってるってのに。それじゃあ俺はもう行くわ。また明日な。ねえねえ、お兄ちゃん。お話聞いてくれる？それでね。
お兄ちゃんがね、水たまりに頭から突っ込んじゃうの。そしたら私がね、よいしょって引っ張ってあげたんだよ。本当に見てるんだよ。想像力が豊かなのね、きっと。将来はもしかしたら作家とかそういう創造的な仕事に就くかもしれないわね。それからね、こうちゃんが、見てきたことだから。私はしないから。